海外のマッチングサイトって特化してるんですよ。何に特化、魔族、うん、ゴシックスタイルに特化した。あ、じゃあ向こうも角生えたような感じなんですか。角生えてなかったんですけど、網タイツみたいなトップスで、うん、乳首見えてて今日はエスメラルダさん。はい、エスメラルダです。エスメラルダさん、エスメラルダさん何人ですか。魔族です。魔族こそうやけども、何されてる方なんですか。世界のゴシックスポット、お城とか教会とかを紹介して、うん、そこにまつわるお話とかエピソードとかを YouTube で紹介して。あ、 YouTuber さんなの。そうです。しかも思ったよりまともそうやな。どういうところの紹介するんですか。ルーマニア の、うん、あのドラキュラ城。あ、知ってる。山の上とかにあるさなんかね。そうです、そうです。あとはあの魔女裁判があったセーラムっていう町とか。あ、魔物系なのね。そうですね、紹介するのはね。そういうドラキュラとか悪魔とか魔女とか、そういうのになんかまつわるところ。正しい拷問の仕方とかっていう動画とかやってそう。やばい、正しい拷問の仕方。あ、でもそれいいですね。うん、拷問器具の紹介とか。そう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 、物によってはちょっとバンされる可能性あるからな。危ない。そんなね、まあ、魔族の方がね、うん、今回、まあ、恋愛の話をするわけですよ、ここで。どんな恋愛されてるか分からへんねんけど、意外とピュアでピュアな内容だったの。トークテーマがね、最後まで信じた方が良かった。何を信じられなかったの。利用されてるのかなみたいな。どんな方やったの。どんな感じやったのかな。フィンランド人で、外国の方。フィンランド、うん、友達に国際カップルがいて、私本当男見る目ないんで、日本人男性多分向いてないって言われて、でなんか海外の人と付き合った方がいいんじゃないって言われて、海外のマッチングサイトをいろいろ調べていったら、海外のマッチングサイトって特化してるんですよ。猫好きのためのマッチングサイトとか、なんか見た目に自信がない人のためのマッチングサイトとかっていう風にも独立してて、俺それに関とかも、見た目に自信がない人の特化したマッチングサイトだってやろうかな。何に特化、魔族、うん、ゴシックスタイルに特化した。あ、ゴシックスタイルっていうね。じゃあ向こうも角生えたような感じなっちゃった。角生えてなかったんですけど、網タイツみたいなトップスで、うん、乳首見えてて。あ、こういうやつだ。こういうやつだ。たまに2丁目で見かけるそれ、うん、でも他はもっとなんかガチドラキュラみたいな人とかばっかりだったんで、もうなんかもう歯とか変えたりとか、そう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 、なんか本当この人棺の中で寝てそうみたいな人とかばっかりだったから、うん、その中ではちょっとまともそう。まともやった。あ、なるほど。まともな人が良かったんじゃないの、そもそも。年上、年下、年上の方、うん、お付き合いしたのは日本で、遠距離でマッチングして、フィンランドに行ったの。そう、2ヶ月ぐらいメールしてて、会ったこともないのにすごいアプローチしてくるから、うんうん、どんなアプローチされたの。なんか君は闇の女王だとか、うん、すごいな。英語でなんて言うと、君は闇の女王だって。 You are darkness queen みたいな。あー、ダークネスクイーン、いいね。SM の MO だったんじゃないの、その人は。あ、でもそうか、もなんか噛まれるの好きで、うん、噛まれるが好き。そう、なんかどこの部位を噛まれるの。どこでも。でなんかすごい思い切りガッて噛んだら、本当狼の遠吠えみたいな声出てて、あうーって言うの。聞かへん、ちょっと聞いた。その人とはうまくいかなかった、うん、1年半ぐらいで。結構付き合ってんじゃん。なんか 3回ぐらいフィンランド行って、うん、向こうも日本に2回ぐらい来てくれて、うん、で1ヶ月ぐらい日本でウィークリーマンションみたいなの借りて、うん、一緒に住んだりとか。何がじゃあ最後まで信じた方が良かったの。普通にいい関係やんと思うねんけど、うん、日本に来て結婚して日本で仕事をしたい。で、あ、そうなんや。で無職だったんですよ、フィンランドで。フィンランドで。そんなあるんやな。まあでもなんかセーフティーネットとかしっかりしてそう。そう、生活保護みたいなやつで生活してて、うんうんうん、めっちゃ広い、この部屋ぐらい広いアパート。生活保護でそんなできるの、フィンランド。やべえ、すごいな。フィンランド行こうかな。俺もそれがいいもん。私のお給料よりも多いぐらいもらってて、月の。おかしい国だ。おかしい国。こっちがおかしいのか、うん、分からへんけど。そんないい国なのに、なんか仕事がない、仕事ができないって言ってて、うんうん、結婚して日本で仕事したいって言ってたんだけど、フィンランドってフィンランド語とスウェーデン語が公用語で、あと英語も大体みんな喋れる。すごいね、三カ国語じゃみんな喋れるけど、彼はフィンランド語しか喋れなかった。だから就職に不利やったんや。そう、無理じゃないかなと思ってて、で日本で働きたいって言われに、日本語も全然勉強しないし、どうやってコミュニケーション取ってたの。拙い英語で。
でだからさ、その噛まれた時のあうーっていうのもほんまフィンランド語で痛いとかやったんじゃない あそうかもしんないわからんかっただけで、でも嬉しそうな顔してたそれがちょっとこの人来てもこっちがなんか養わんとあかん感じになりそうやし、そうそう、でなんか実際日本に来てもらってる時は養ってる感じだった来てる時になんか全部払ってもらってたってこと？そう、私が全部。お金はどっから出るの？そのウィークリーマンションでゴロゴロするお金は、うん、私が払うの？え、それ出してって言われたってこと？無職だって言うからないだろうなと思って、それは自分から出したんだ。あんたが悪いわ。ありがたいことをしてもらうと人間っていうのはすぐ慣れていって、ありがとうっていう言葉が省略されるようになるから、やってもだかんねん、ご奉仕してしまったらエッチ噛んじゃうしね、ダメって言われたらあうーって言ったら引いたとか言ってたけど喜んでたっていうのも嬉しそうに、それ喜んでたのは嬉しいから、俺はそれ分かれて正解な気がしてるけどな、うん、なんかねちょっとあんまいい未来が、うん、外国のお友達おるけど、日本に来て紐やる男ってたまにおるねんけど、やっぱずっと紐から卒業せずに次の紐次の紐とそう探してずっと紐やってるから、そういう人はもう働かん。どうやって別れたの？You are horse と言ったの。ホースって紐？いや、ホースは馬じゃなくて水巻くホース。そう、水巻くホース。それは紐じゃないよね。紐ってなんて言うの？ロープ？あ、You are rope って言ったの。I don't like rope。なんか誕生日にフィンランドに行って、フィンランド一美味しいドーナツ屋さんがあるから連れて行きたい。行ってみたいねんけど普通に。そこがすっごい遠くて、駅から3時間ぐらい歩かされた。3時間駅車で行けよっていうね。そう、結構こういう格好で足も痛くなってきちゃって、うんうん、カフェでちょっと休憩しようって言っても、いや今からドーナツ食べに行くからダメだよみたいな、うん、でタクシー使おうよって言っても、いやそんな無駄遣いはダメだよみたいな、しかも道が分かんないってなって調べとけよみたいな。3時間は歩かせるわ、タクシーもあーかかんのたかんその時に足が痛くなってきちゃったって言っても、うん、帰ったらマッサージしてあげるからねって言われて、そうじゃないと思ってえ、ほんでどうやって分かるんですか？で帰ってきてから、うん、こういうとこが嫌だったってメールして、うん、だからもう連絡してこないでねって。すごっ、そんな感じでデートは最後まで終わらせて、ほんで終わった後今日のデートで歩かされたことが嫌だったため今後連絡をしてくるなって日本に帰ってきてからなかなかにひどい振り方やな。向こうは楽しませた気取るのにさ向こうからしたらうまいとこに連れてってマッサージもしてあげる、悪気なかったかもしれへんのに、うん、すごいひどい嘘つきだとかすごい言われて、だってその時はドーナツ食べて美味しい楽しいって言っとったんやろ、うん、そう、愛してるとか言ってたのに、うん、みたいな。それは確かにちょっと怖い。まあでも角生えてる姿とか見とったらそういうことがあってもおかしくないなっていうふうには想定しとかなあかん。だってお前は私にダークネス女王みたいな言ってたじゃん。そう、そういうことよ。ダークネスクイーン1年ぐらい未練たらしくずっと連絡来て、ブロックせんかったん？じゃブロックしてもアドレス変えたり、違うとこ友達の電話からかけてきたり、なんて来るの？よりを戻そうみたいな、うん、しっかりは僕はしますよみたいなこと言ってたりはしたの？言うけど言ってるだけで実際行動が伴ってないなみたいな。一応それは言うとったんや、うん、僕はちゃんとこれからしっかりして養ったりしてこういう仕事するみたいな。日本で移動式のカフェをやりたい、うん、やらんなだって移動してもたらさ分からへんやん、その日カフェ行こうと思っても。今だけコンビニで100円でコーヒー買えるのにどうやって採算取るつもりなの、うん、てか、うん、カフェで働いたことあるの？ないみたいな、うん、ちょっと羨ましいっちゃ羨ましいけどな、そういう生き方もなんか自由っていうか何もせんでっていう。俺もなんかいろんな人の紐になりたいな、誰か男に養われながら生きていきたいな。養ってあげたいみたいなこと言ってへんかった？え、だってもう年やから養う側しか無理やからさ。ほんまは養ってほしいよね。養ってもらうのもいいなって思う。イケメンにはね、もちろん。とにかく顔がいい人と付き合うっていうのがいいわ、見てるだけで癒されるから。え、どう、ブラスどう思う？待っといた方がよかった？いやだから待たんでよかったって言ってるやん。フィンランドってあれやろ、サンタさんの国やろ。そうそうそう、サンタさんってどんなチンチンしとんやろ。でサンタさんも多分顔赤らめながらほっほーってやってんねんで。現役なんですかね。え、現役じゃんちゅーんサンタさんのエッチありがとうございます。ありがとうございます。フィンランドごめんなさい